栃木県立佐野高等学校、附属中学校は、栃木県佐野市天神町にある県立高等学校、中学校、中高一貫校。1901年に、栃木県第四中学校として開校した。以来、栃木県内では4番目に古い男子校であったが、2008年に開校した、附属中学校の第1期生が高校へ進学した2011年に、 100年以上に及ぶ男子校の歴史に幕を下ろし、男女教学の中高一貫教育校になった。高校の通称は、サタカ、中学の通称は、スケフ中。付属中学校への入学選考方法は、小学校在学時の学習や生活の記録や適正検査、作文、面接の結果、候補者を選定する。学区は、県内全域で、 募集定員は、男女105名ほど。高校入学時に、購入生として、付属中以外の中学校から、特色選抜により55名を募集し、高校は160名となる。通学者は主に、佐野市や足利市、栃木市南部の出身者が大半を占めている。年2回、県立高校6校の生徒会役員が集まり、生徒会の意義や活動等について懇談する会へ。 参加している。本校を含め五校は固定メンバーで、毎回参加し、他一校は五校以外の県立高校から選ばれる。第2位グラウンド自田の生命と人権を尊重し、正義と平和を愛する心を持った、国際人として活躍できる真のリーダーの、育成豊かな教養と真種の希少に富み、真理を探求できる生徒高い品性と強生の心を備え、 進んで社会に貢献できる生徒すこやかな精神と体を持ち自己の未来を開ける生徒学校の精神を示す言葉に朝日城という言葉がある。これは東高の西側にある朝日森天眞宮と東側にある城山公園に由来している。毎年8月下旬に実施される文化祭。一般公開を行う。高校生の内容は 主として1年生は展示、研究発表、2年生はアトラクション、3年生は模擬展、さらに美術部の巨大壁画をはじめとする部活動の展示、発表などがある。また、ラグビー部では招待試合を実施している。付属中世も学年に応じた内容の展示や発表を行う。一般公開日には、ご野菜が実施され、ミスコンやライブなどが行われる。 これまで、五野菜への学校関係者以外の入場が可能であったが、教学の中高一貫教育校として完成したことにより、平成26年度より在学中の佐野高校生以外は、五野菜会場に入ることができなくなった。高校現校の交渉は、新生高等学校として新たなスタートを切る際に制定された。デザインは二枚土地の葉に、定かである。 土地の葉を2枚用いたのは、常に和合を尊べという思いと、土地県立佐差の実業高等学校との統合記念という意味を含んでいる。付属中学校高校のデザインとほぼ同じであるが、佐高の文字の下に、付属中の文字がある。ありがとうございます。